もしもし。うん。うちの荷物捨てようとしてる？捨てようとなんてしてないよ。いや、なんか LINE が今来て、うん、なんか届けてもらった荷物どうしようって言ってるって。なんか LINE が来た。うん、捨てようとなんてしてないよ。捨てるって言って。捨てるのはやめてほしい。すぐ取りに行くから。捨てるなんて言ってないよ。誰がそんなこと言ってるの？ LINE 来た誰？それ。ようこさんって人。ようこさん？うん、ゼロワンが捨てようとしてるよって、焚き付けようとしてる。捨てようとか、ゼロワンがそのツナがの荷物どうすればいいかって言って。でどうすればつか送るよね、どっかに。そういう話じゃなかった？どこ送るよってうち言えないじゃん。うん、だからそれまでは預かっといてもいいで。うん、分かった。うん、だから取りに来たって困るでしょ、ツナ。なんで？え、だって荷物置くとこないじゃん。だからどっか落ち着いたら俺が届けるよ。うん、ね。それでいいつな、踊らされないで焚きつけようとするやついるから。捨てるなんて一言も。困ったから今ちょっと焦って電話かけて。うん、捨てるわけないじゃん。見つかってないんだよね、あのなんだっけ、その大事なやつ。うん、何も合鍵とかもないね。え、合鍵がない、それ知らんよ。うん、だからうちマリオに渡したんで合鍵。いや、それ違う違う、それじゃない。他に保管したやつがもう、ね、一式全部ないんだって。いや、それ全部だからあの、うん、言ったあの棚のところに置いてあるって言ったじゃん。そう、棚にないから。え、うん、そのなんか収納ボックス自体がないんだって。収納ボックスの中には入れてないけど、うん、そこに置いてある、そのリビングのところの棚のところに置いてある。ある？うん、ないで探しても。うん、だから多分ツナが言ってるのと違うのか、もう誰かが多分捨てちゃったんだろうね。ないから、どこ探しても。まあ、うん、ツナのせいとかしてないから大丈夫やで。とりあえず荷物捨てないから。うん、もしもし、もしもし、もしもし、ツナ。うん、分かった。で、あとなんか昨日ポクポクちゃんの枠で怒ってたけど、なんで怒ってたの？電波が悪い。電波が悪い？電波が悪いか。切るで一回。電波が悪いって。切るで。ユーザー名がこっちだ。カント名。そうで、なんか今ツナちゃん、エミントちゃんといるね。何のつながりかわかんないけど、うん、彼女を探しオーディションに参加したエミントちゃんと一緒にいる、うん、で、ツナちゃんがエミントちゃん家に入荷するんだ。じゃあこれ服エミントちゃんが預かればいいんじゃないの？違うの？またトラブルなりそうだね。うん、しかもエミントちゃんって子供いるよね。大丈夫なの？娘が。うん、いや、取りに来てもらおうとか送るよ。うん、まあ送るとか、まあ、届けたりね、うん、するじゃん。とりあえず今日のナイスからありがとうございます。すいません。うん、で、焚き付けるようなことやめてね。もう捨てたりとかしないから、陽子さんもちょっとわかんないけど、で、ちょっと LINE が電波悪いから、昨日なんで怒ってたの？ポクポク枠で、昨日ポクポクちゃん枠いて、猫ちゃんが可愛すぎて
聞く？何これ。で、準備できた？出かける。行きますか。うん、で、ちょっと家賃終わってからで、あ、それ終わってからで、うん、その捨てるわけないやん、うん、ということですね。いや、マジでいい歌だわ。ちょっと後からじっくり聴く。歌詞みたいで。闇カード、これ手に入りました。闇カード、モンジュリカード欲しかったな。モンジュリカード、モンジュリさん、なんかあのスペシャルゲストとか言って絡んでた、あれ誰なの、あれ。猫のヒロシみたいな人は、あれ有名な人なの、モンジュリスナーさん。これこれと一緒にいる人、助手なんだ。プー、魔人プーみたいな人だね。そういう人ってこと。有名な人なんだ、アシスタント、右腕なんだ、全く面白くないけど、有名なのはいいけど、面白いの。はい、おはよう、これであんま見ない。あ、木下優香の元カレ、あ、競馬とか買いに行ってる人か。もっとかっこいいと思ったけどね、あんまかっこよくなかったね、あの人ね、なんかちょっとイメージが違うね、森からナイス、あれやつ、とか予算ジャックポット半分返してよ、4万ぐらいね。え、俺が8万円出したんだから4万円ぐらい投げてよ、予算、独り占めせずにね。で、その4万円でさらにジャックポット当たるかもしれんで、今18万円だから、そしたら9万円あげるよ。どんどん増えてく。ホワイトラブ今18万だからね。あの女にばっか投げてるよね、あれね。クトちゃんからナイス、ナイス。十分、いやいや、そんなんか全然稼いでないですよ。家賃大丈夫かな、何ヶ月滞納してんだろう。ワンチャン大家さんが息をしてない可能性がある。だって電話かかってこないんだよ、約4ヶ月で。家賃9万円だとして、36万滞納してるわ。やばいね。でとりあえず1日上限があるから40万ぐらい持っていこうかな。で10万はね、ちょっと持っとかない、法的処置をしようとしてる、強制退去、法的手段に、法的手段出てたらどうなるの。出ていかないとどうすんの。強制退去、強制退去って3ヶ月で、でそれってもう家賃持ってても許してもらえないこと、訴訟会社からも連絡来ないで、いきなりはない。電話してみて、電話するのも怖いから、忘れてんのかな。忘れるような人じゃないけどね。
住んでる人の権利もあるんだ。ちょっと 今から払いに、いくらか色つけてよ。そんなことしないといけないの、いらっしゃい。手土産持って行った方がいい。また R1 持ってくか。この家に引っ越してきた時に R1 をね配りました、大家さんと。両サイドと上とね、R1、体にいいからね、ステッカー持ってく？ステッカー、で両サイドはもう引っ越しました。最近横借りちゃおうかなね、横の家ね。それでも18万円か、もったいないか、一軒家がいいよね。そう、一軒家ちょっと探そうかな。ビビらっしゃい。でも機長くんの家の近くがいいと思ってる、町田がね。町田やっぱいいよ、暑いよ。でペット可能なとこで猫ちゃんをね飼いたいかな。さんから連絡来るはずだけどね、いや稼げる猫ちゃん飼いたいね。猫ちゃんかわいいもん、猫ちゃん。でも知能は犬の方が高いらしいね。で猫ちゃんしつけもできないらしい、ちょっとある程度調べた。でおしっこも勝手に覚えるらしいね、勝手に。でもおしっこはちょっときついらしい、匂いがね。でなんか遠出するときも別にマリオがいるから問題ないかな。で猫は犬は飼い主に懐いて猫はやっぱ家に懐く。だから引っ越しをコロコロできないから。でも次引っ越したらもうずっとそこにいなきゃいけない、ストレスがたまるらしいね、引っ越しは。だからマリオの仕事内容で猫のお世話が増えるね。俺のお世話してるじゃん、俺の世話と猫の世話、お忙しくなるんじゃない、猫ちゃん。いや手帳見つからないね。だからその手帳見たら何ヶ月滞納してるか分かるから、案外滞納してないかもしれないんで、俺大げさに言ってるかもしれない、案外2ヶ月ぐらいかもしれない。何マリオの負担変えそうって、俺の世話してね、猫の世話して給料もらえたらそんな楽なことないでしょ。まあ自分の配信もあるけど、最近多いんだよ、会社入りたい入りたいがね、結構人気あるんだよ最近。よく来ますよ会社、ここで人生変えたいですとかね、ゼロワンさんみたいになりたいとか、
あ、マリオくん越しにもいるんだ。12月分まで払って、何で知ってんの？12月分まで払ってたら2ヶ月しか滞納してないね。大したことないね。とある枠ではお前の悪口だらけで、どこの枠ですか？ブロックぶち込んでやるよ。いや、今日も朝起きてたから、朝起きてね、すごいぐったりしちゃう、お昼ぐらい。困ったね。ぐったりしちゃうね。マリオ誰と？ハルコさん。ハルコさんね。まあ16時ぐらいには待ち合わせしない。その前にもうどっか飯でも行こうかなと思ってるけどね。焼肉かどっか、久しぶりだし。まあ配信外でもいいけど、飯食って行こうかな。ひな祭りってなんかすることある？なんかあった？ひな祭りって何するの？あ、エミントいらっしゃい。つの入荷するの？エミントちゃん。恵方巻きぐらい？ちらし寿司？ひなあられね。いらっしゃい。寿司食うの？そうそう、このまんま。あ、ちらし寿司とハマグリ汁。のあいらしい。ねえ、なぜ出るもしょうがないよね。どうするの？出るんだから。で、重大発表あります。重大発表。セイジのね、ルイ・ヴィトンの靴ボロボロなんで、今日からこのヴィトン行きます。もうめちゃくちゃかっこいいルイ・ヴィトン、ついにデビュー飾ります。これも16万円ぐらい、かっこいいでしょこれ。これいっちゃいます。社長からのプレゼント、かっこいいよねこれね。ナイスをしに来たよ、ありがとう、ありがとうね、サンキュー。セージのは捨ててないけど、もう結構ボロボロだから、まあ捨てではしないよね。どっか保存しとくけど、まあ、最悪マリオにあげる。